シャボンディ諸島の戦いにおいて麦わらの一味は完全崩壊を喫した。七部会バーソロミュークマによって一味は全員どこかに弾き飛ばされ、ルフィもまた三日三晩空を飛び続けた末に見知らぬ島に着地していた。そこは女系戦闘民族クジャの住む国、妙ヶ島アマゾンリリー。男子禁制のその国を滑るのは桜花七部会の一角ボア・ハンコックだった。はじめ粗暴に振る舞うルフィに敵意を抱いていたハンコックだったが、やがてルフィの大気に触れたことで心を許すようになる。そんな中、重大な事件が報じられる。黒ひげマーシャル・ディ・ティーチがルフィの兄危険のエースを捕らえて新たに七部会に任じられたというのである。海軍はエースの公開処刑を決定。それを知ったルフィはエース救出を決意する。ルフィはハンコックの協力を得て大監獄インペルダウンに潜入。獄内で再会したバギーやミスター2、ミスター3などの協力を得てエースが捕らわれているという最深部レベル6を目指した。しかし独特の身の能力者である監獄所長マゼランの猛毒に敗れ、ルフィは瀕死の状態に陥ってしまう。それを救ったのはミスター2と革命軍幹部イワンコフだった。死の間際で奇跡的な復活を遂げたルフィはイワンコフ、ミスター2の協力を得てついにレベル6に到達。しかしエースはすでに海軍本部へと連行されていた。ルフィは後を追おうとするが、異変を察知したマゼランの指示によりレベル6に閉じ込められてしまう。地上へ脱する術を失ったルフィたちは万事休すかに思われたが、ここを抜けたきゃ俺を解放しろ。俺ならこの天井に穴を開けられる。どうだ麦わら。イワンコフの意見を受けてクロコダイルの解放に渋々同意するルフィ。さらにもう一人の男がルフィに声をかける。五将の頼みだ。わしも連れて行ってくれ。必ず役に立つ。エースさんとは彼が白ひげ海賊団に入った時からの付き合いじゃ。わしはこの戦争に反対したことでここにおる。エースさんを救いたいんじゃ。頼む。わしに死に場所をくれ。いいぞ。かたじけない。その男は桜花七部会の一人、海峡のジンベエであった。逃げるぞ。
誰一人逃がしはせん。エースさんはもう海の上、急いでインペルダンを脱出するんじゃ。
私についてきなさい。毒を喰らえ。あるはずのない道が至る所にあってみるのよ。ジルホルモン、ヘーハー、ジルホルモン、ヘーハー、ジルホルモン、レベル4なんとそしてここを突破するわよ、クロコボール。
バナートならこんなもん簡単に壊せるんじゃ。っていねえのかよ。あいつはどこ行ったのよ。すぐに探して。極卒銃か。面倒なのが出てきやがった。ジルホルモン。待ちなさい、クラカボーイ。イワンコフ。バター氏たちを裏切るような行動はしないことね。バター氏はバナータの弱みを一つ握ってるのよ。バナータがルーキーと呼ばれた時代のね。おとなしく力だけ貸すのなら黙っててあげるけど。ヒーハー。貴様、ピワちゃん、こいつ俺の仲間にひどいことしたやつなんだ。やっぱり信用できねえよ。心配なし、ビリよ。何かあったらバター氏が抑え込むから。さあ先を急ぐのよ。んな、ダメスペクトラム、ヤロクシ目指してコツコツと。バギーとスリーの大冒険、ここまで来たぜ、レベル4。何か騒がしいな、バギー、様子を見。うん、ボス。お前か、ミスタースリー。使えねえカスがここで何してる。偉いのが解放されとるがね。ねえ、麦わら。あ、お前らこんなとこにいたのか。あんたらよくこの監獄を逃げてこれたわね。ミスター2、お前もかね。
私の能力をもってすべて脳の鍵を作ることなどと。変装して客の様子を見てくる。我々の能力がきっと役に立つわ。わしが補佐しよう。陸上戦ではあまり力になれんが。この辺りにあいつがいるはずだな。兵力を増やしとくのも悪くない。おお、俺たちは自由だ。
してくれんのか？すまねえなあんた。ってクロコダイル？奥の男に用がある。ここを出ようと思うんだが、少々兵力がいる。どうだ、俺と来るか。ミスターワン、付き合いましょう。あんたになら。ちょうど退屈してきたところだ。すぐに雑魚どもが群がってきやがる。腕はなまっちゃいねえだろうな。当然。結構だ。行くぞ。囚人どもが集まれ十分だ。サバに出てえやつは俺様に続け。おお、キャプテンバギー万歳。